ゴールデンウィークの予定ですが、はい、私のようにまだ計画すら立ててないという方もおられるかもですね、はい、まあ、そういう人がいてくれると逆に私はまあホッとするっていう感じがしますね。基本私は臨機応変タイプなんですよ、はい、優柔不断じゃないですよ、臨機応変ですからね神一重ですからそれ、はい、実は私ね、スケジュールとか予定とか、はい、流れや計画を立てるのがもう大好きなんですよ。そうですよね、計画立てるの好きですよね、はい、うん、多分自分の頭の中で計画している時が一番楽しい派ですじゃあゴールデンウィークは計画をするね、お休みとかもうね、いろんなことを想定して休日の計画を立てるんですよ、はい、普通に考えてね、うん、何倍も計画してる時の方が妄想が膨らみますよね、はい、だから例えばね、まあ2日間のお休みがあるとするじゃないですか、はい、そしたら基本お天気が晴れを想定して、はい、バーベキューとかお花見とか、はい、計画しますよね、はい、しかもこの計画段階ではいろんな場所を考えるわけですよ、はい、頭の中で、はい、あの場所どうだろうとか、まあ、この場所どうだろうっていうふうに、まあ、シミュレーションするわけですよね、はい、もうそりゃ楽しいですよまあそれで十分だったりしてあの計画の段階が一番楽しいですで一通り計画を立てるじゃないですか、はい、そしたら今度は、はい、雨の場合とか曇りのパターンとか天候を気にしながら状況を考えながらこの計画を立てておけるのがまたこうなんて言うんでしょう、このいろんな休日の過ごし方を考えることができるし、はい、計画することができるわけですよね、はい、まあ一人で計画を立てている時が一番楽しいです、はい、それなのにね、はい、私は当日になると臨機応変タイプなんですよ何のための計画だったか目的地にね向かう途中にイベントとかあるじゃないですか、はいはい、なんかどこかでパッと見かけちゃうんですね、そう吸い寄せられたりしちゃうんですねで途中でまったり休憩に時間を使ったり目的達成までのこの道のりが遠いんですよ、ね、まあ一人ならそれもいいんですけどですよ ね、 ね、これ家族とかね仲間がいる時の臨機応変ほど顰蹙を買うものはありませんよ、ね、自由すぎるってね、そうそう、やはり計画を立てたならその通りに果たさないとっていうふうに、まあ、そういうふうに言われたり思われたりしてるんだなと思うんです、まあ、さらにはね、せっかく自分の頭で最高の計画を立てても、はい、途中で何かにこう気持ちを奪われたり、はい、自分だけ楽しめてもそれは十分な計画ではないということかもしれませんね。あ、なるほど ね、うん、だ計画依然の問題かもしれませんねだから誰かと一緒に過ごす計画ならなおさらのことをいろいろこうミーティングが必要かなと思うんですよね、休日の天候のことや、はい、ランチの場所、はい、一緒に考えても楽しいなと思うんです、はい、まあ、グループだといろんな楽しいプランも出てくると思います、確かに意見がね広がりすぎてまとめるのも大変かもしれないんですけどもそうですね、まあ、それはそれまあポジティブに考えてよくみんなと相談した方が結果的にはいい思い出になるかもだなっていうふうに思っていますそうなんです、はい、バイブルにはね、はい、よく相談しなければ計画は倒れる、あ、多くの助言者によってそれは成功するっていうふうに言われてるんですよ。あ、すごいです ね、 ね、うん、自分中心の計画ではなくてこの計画がどうなのかっていうことを相談しながら立てていくと計画もさらに楽しくなるというふうに、言われてるわけですね、はい、考えもしない落とし穴も避けることができるでしょうし素晴らしい休日を過ごすことができると思います、計画はね、はい、誰かと相談しながら立てていくと良いかもしれませんね、素敵な休日をお過ごしください、はい。